はい、と2021年7月1日映画物語大西夢とインベルゲ新大陸久しぶりでございますということで、ヒデンブルッセル入れんかったな、ヒデンブルッセル、なんで声小さくな、まあ、とりあえず尺が長くなりますんで、あのガチャを引いていきましょうという回なんですけど、これとりあえず全ゆる一応出して、でストーリーを見て、向こうの方もまあとりあえず全ゆる出して、そこで やめる予定なんですけど、一応右にデッキ出しとるのが本日しか多分で、ね、遊べると思うんですよ。レギュレーションが後半のリンクがなんかあれ切れとったんかな、多分この条件がないと思うんですけど、要は最後に今回のこのイベル魔女だったか、これとりあえず一応捨てとか聖堂とかはまあね、あの先駆者たちが引いてくれたこの辺のね布石じゃないですけど、それで分かってるんで、まあ、耐久で言うと3万ぐらい、あのあれと一緒なんですよね、ゴスロリと。最初全然気づかなかったんですけど、あ3万すげえな、耐えるよなと思って、イベ補正入ったら5万だよな、すげえよな、水変したらあすげえよな、遊べるよな、火の何高火力条件あったら絶好だよな、3番手に4番手に置けんよなって思っとったとこなんですけど、まあとりあえずガチャを引いていきましょうということで、これで一応とりあえずこれは全イル出るまで引いて、でストーリーを見まして、それからあとはあの対戦まで私トツは揃えておきます、こいつの、とりあえず行きましょうということで、ドン。あの考えとるのがね、一番要は左、右でデッキ上げてますが、であのユキちゃんの後ろに今回のあのあれ魔女かを置いて、で水変して、耐久がんこれどうしたらいいの、なんか変わったんだよこれ、タップして次へ、お前じゃねえよ、お前じゃねえよ、お前はお呼びでない、これキリコだよね、どう見てもキリコなんだよ、ありがとうございます、ありがとうございます、キリコだよねこれ、お前じゃない、お前じゃない、ん、なんで音止まった、なんで今止まったの、なんで止まったの、まあ、お前じゃない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 、陽気出るけどお前じゃない、あれ魔女が出んな、おかしいなということで、これとりあえず行くとストーリー行くか、行ったらまあ1個だけ見とくか、とりあえず、そうだね、これ誰なんだろう、高層ビル、レッドウッドの入場、誰のことなんだこれ、いやお前違う、お前違う、お前客関係だ、お前客関係、お前違う、あれなんで俺赤木さんの見てないんだろう、なんかリセットされるのかな、まあとりあえず行きましょうということで、ドン。でこれ要は何、そこの最後に魔女を置いて、イベ補正の耐久が本日入ると5万か、3万強が5万になるんか、大体ザクッと、で水変したらもっと上がるっていうのを最後にまあちょっと遊ぼうかなって、それをやるためには貫突させなあかんのですね、まあ、せっかくだったらそれぐらいで貯めたチクッとちょっと出したら、なんでだんだん声が小さくなるの、ありがとうございますということで、さっきなんでこいつの時は止まったんだろうね、これ何もさんでもなんか勝手にするんだけど、なんかあれだ、キリコばっかり出てくるんかよ、これ大丈夫、魔女さんどうしたの、なんかお呼びでない、あれ魔女さんいないよ、おかしいねこれ、じゃあキリコはいいよ、これはこれでもちょっとあれだな、火が長くなるとうっとうしいな、あの火が長くなるとあれですよ、あの夕暮れとか、そういうなんかお前いっぱい出るな、これ次何が出るんだろう、ストーリーなんか違うやつ出るか、ちょっととりあえず行きましょう、ドン。これまた違うやつか、私なりにストーリー大全員より出しとるはずなんだけど、ちょっと待って、これ誰のこと言っとんの、ロシアの首都って言っとるから、これエカチさんのこと言ってねえか、違うか、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっとお前誰だ、ポンガシ誰か言え、誰のいるか言え、あまあそうだろう、エカチさんだろうということで、これも客観権ということで、あれ私のガチャなんかこれあれなの、マジ入ってないんかな、せっかくなんか初日のなんかフル火力のとこで高耐久じゃないですけど、あのキリコばっか出るんだけど、あれなんか濃いやつがあれなんか左上が出るやつなんか、あれあれ魔女あの眠っとんの、そういうこと、ありがとうございますということで、これ結構貫通させるのきついんじゃないかこれ、うん、これ大丈夫か、モダンなんかあれだな、雑魚臭の匂いがするやつ、もうキリコ出すぎじゃないこれ、おもろくんは餌になるね、確か餌にしたかった、キリコちょっとあれだな、悪くはないんだけど、いやもういいだろもういいだろもういいだろ、お前はお呼びでないな、まあ、とりあえずこれで一応全ユルバ出たんで、とりあえずこれで一応ストーリー全部いきました、とりあえずこれ誰なの、ブリュッセルって言うと、そうだよね、誰なんだろう、美しい広場、だいたい広場って美しいとこじゃないの、あこれが出たんだ、これって言っちゃった、
これでもあれなんだね、最初すげえなりステイが低くてさ、まあ、それの話は後でしよう、とりあえずストーリー見ましょうってことで。みんな最も美しい夜っていつもまた頭になんかかぶっとんなお前かぶっと乗せとるって言ったのか。そうだな、ナンバーワンならだな、2つも3つもないね。まあどこでも大体言われるよね。ね、スクエア広場とかもそうだよね。これ全然知らん。香港もあったよね確か。知らんな、全然知らんな。天安門なんか行きたくないよ、そんな怖い。ベクトル・ユーゴ、何これ、誰、何なの。いや知らん、全然知らん。さすがポン菓子、あれだな、物知りだな。ジェンバルじゃん、なんか美味しそうなあれだね、ラーメンみたいなやつだね。いや知らない、知らない、知りません、知らない。そうだね、言えんね、サザエさんのアンパンマンの作者言えんね、ちびまる子ちゃんも言えんね、ドラえもんぐらい、ドラえもんとかドラゴンボールとかそんなもんぐらい、スラムダンクとか、お前自分のあれだ、読んでる漫画のことしか言ってねえや。サザエさんでもよく見とったんだけどな、チョコレート美味しそうですね。これじゃあチョコの上に乗っとんか、あれ、あそういうことで、また頭にかぶりもんってこと、あそういうことなの。いやそうなの、いや私も知らないんですけど。お兄ちゃんとなんか私ちょっと同じ匂いがするで、なんかね、大衆漂わしとね。そうだね、ゴディバ送っときゃいいってあるもんね。お返しでもそうだもんね、とりあえずこれ買っときゃ大丈夫ってことあるもんね。うん、名前だけ書いてりゃいいもんね。あれまたあれか、またすね出したか、このパソコン。すねたか、1つ8つで2100円だって、なかなかするねこれ。牛丼でもなんか食べてもいいんじゃないこれ。いや別に食べる人じゃないですけど、本当かこれ。ベルギー行ったことないんですけど、私ベルギーワックスしか分かんないんですけど、チョコ好きすぎなんで。これでも実際ワインと一緒で、多分食べてもあんま分からんよね、値段言われてあーみたいで。ワインの高いのはあれだね、露骨に分かるよねあれはね。お前本当か、本当か、本当に分かるんか、お前偉そうに。値段あれだとプラシーボかけられとんじゃねえか。全然分からん、フランダースの犬は分かるけど、それ全然分かりません。私ワンピースとかドラゴンボールとかそういうのしか分かりません。分かりません。ドラえもんとかさ全く分からんな。いやごめん、分かりません、あとでちょっとググります。いつもこの英語物語のストーリー見てから大体ググっとるもんね、うん、全然分からんな。そんなこと言ったらうちの地域だって有名なもんあるもんな、言い出しだな。そう最近あれなんですよ、あの味噌パン売り出したんですよ、ほんとほんとほんと、私のすぐ近くのところで。一粒300円か、高いね。値段言い出したらキリがないけど、コーヒー豆とかでもそうだもん、あれもそうですよ、高いのですよ本当に。まあ値段であれだね、騙されるんだけど、グラム1000円とかってなんか美味しく感じちゃうんだけどさ。あまたあれだ、またあれだな、これなんか音あれだな。ということでとりあえず終わりまして、一応一通りストーリー行きましょうかということで、やっとベルギーでだけど、あれ関東まで行けるんか、デッキで行けんか、デッキでちょっとあれか、火にしといてか、ライブラリーにして図鑑にして、それで順番に行きましょうということで、まずザコからあっと口が滑ったな、なんかあれだね、かまそいねみたいなやつで、まあとりあえず行きましょうということで、どうも。みんななんかこれあれだね、なんか建物のさ、あのあれだね、アマゾンのあのダンボールの人形みたいなさ、R ヌーボー、全く分かりません、全く分かりません。知
四天王の中でも最弱って言われてるか。いや、弱そうだぞ、こいつ、どう考えても。絶対弱そうだぞ。うん、知らないね。やっぱりあれだね。同じ匂いがするね。いや、あの、成人になっても知らない男の人っていますよ、普通に。いますよ、大丈夫ですよ。こじらせすぎとか言ってるか。それなとか言ってるか。そう、あの、青年だって一緒ですよ。青年男性だって一緒ですよ。いや、全然し分かりません。あの、私そういう芸術とかそういう作品に関して疎いです。真似しとるな。全く分からんな、これ。ついてあとググるわ。いや、そんなもん見や分かるで、見や分かるで、大体。なんか、あ、こいつ弱そうだなって大体分かるもんね。あ、こいつあれだな、弱そうだと、お前の他にもってあれだな、タメ口だな、これ。完全隠した目線だもんな。あ、こいつちょっと口悪いやつだね。口悪いね、なんか。同じ匂いがするもんね。絶対分かりませんから、これ、あの、ググります、調べます。オルタテっていうの、私物かぶっちゃダメだよ、あなた。もうお互いにタメ口じゃない、これ。両方バカにしようなる、多分ね。まあ、言われや、だってこれ普通の家だよね。なんか日本っぽくないっていうのは分かるけど。まあ、雑魚臭通りだね、これ。どう見てもなんかいっぱい引くと出てくるやつだね、これで、ね、スキル的にもちょっと微妙だもんね、これで、ね。ということで、次は、あの、雑魚1号終わったんで、次雑魚2号か。これちょっとあれだね、雑魚でももうちょいあれだね、ちょっといい匂いしそうだけど、とりあえず行きましょうってことで、ドン。マイナーでマスクしとるの偉いねってことか。まあ、行きましょう、ドンってことで。そうだね、はやらんで。中国あれだぞ、お前。原子が安いから使ったんだぞ、ここら辺は。お前、これマイナーあれ、仮想通貨じゃないけど、そのマイニングのためだぞ、これは。廃れるけどあれだぞ。あの、あの、こちらと違う仮想通貨のマイナーはあれだもんね、環境面は全く考慮してないからね。コスト面しか考慮してないからね。私たちの利益はどうやって上げるかしか考えてないからな。またなんかつまらんことやったな、こいつ。そうだね、でも怖いね、こんなやつおったらね。ハンマーとツルハシ持っとるもんね。なんか、よ、あれだね、溶接とかできそう、なんかつなぎきと思うね。さらっと言ったね。こいつはちょっとあれか、こいつもでも頭やっぱあれなんだな、なんかかぶっとんだな、どうしてもみんな。みんな頭乗せへんと思っとるんだ、これ。ROTFL、わかりえる。ワロンマイナ、ワロン鉱山ってあるってのこんな。なんであれなの、ちゃんと大きい声で言わなきゃよ、ポンガシ。こいつなんか口癖になったな、ワロエルが。ワロン鉱山がワロス鉱山になったの。これもちょっと調べる。まあ、お前もかわいそうなやつだけど。これでも捨て的にはまあまああれなんだよね。まあ、そのちょっとイルの話は別として、とりあえずそれで、でこいつ意外にあれだな、ザコシュー3号あれだな、1体しかねんかったんで、まあ、とりあえず行きましょうということで、ストックレー行きましょう、ドン。控えおれ控えおれ、絶対あれだ、こいつもザコシューだな。これもわからないです、全く。そうなの、これ私どっかなんだったかな、アメリカじゃないけど、どっかなんか行った時、確か泊まる住所がなくて、適当な美術館の住所書いた時、な、200何十何番ってなんか書いてた覚えある。今見たの覚えた、確か書いた覚え、それで通ったわ、確かひどいやつの名前だった、あった、確か。あの、入国するのになんか泊まる住所がいるで、泊まる場所がなかったんで、確か適当に書いた覚えあるわ。それで話を戻しまして、
この芸術の世界、私全くあれだね、わかんねえな。ピカソってゴッホしかわかんないね、多分。控えおれ控えおれ流行んねえね。こいつらなんか見慣れだな、カタカナで言うやつばっかだな。さっきのあれだな、マイナーのやつもそうだもんね。もうみんなほんと頭に乗せやいと思ったねこれね。私もなんか頭に乗せてあれかな、なんか地域名物のさダンボールかなんかで作ってこようかな。うん、全く分かりません。いや、携帯電話にケースなんかないから分かりません。そういうのから来たのこれって。さすがあれだな、物知り、ポンガシ先生。さらっとあれだな、3行ぐらいでうまくまとめたね。そうだね、あ、いいこと言うわ、たまには。プレステ5か。これなりだったらプレステの頃にこれをこの話を開発したってことだね。そういうことなの。で大統領選とか言ったのがそういうこと、これ結構前から企画してあったってこと。え、そうなのこれ。ってことはもう今頃なんかあれネタがなんか コロナネタとかなんかあるのかな。そういうの眠っとるのかな、なんかこれなんかあるかな、そういうのあるのかな。ということで、あのザコシュ3号は終わりましたんで、でこれか、これがあれか、世間的に言うと本命になるの。こいつ出てくるとこ、もうこれ本当にあれだぞ、魔女出さなあかんぞということで、とりあえずこれ行きましょうということで、これどうしてもキリコだよね。だよね、とりあえず行きましょうと。だよね。なんで先週あたりからなんか痛そうなやつできたのこれ。だよねこれ、そうだよね。久しぶりからそう思ってた。いや、みんな絶対持ってるよね。2014年。ベギンコタンっていうの、なんでベギーなの。これもなんか自治ネタかなんか、やっつけだね。ベギンコ、これ何。また音切れやがったな。あれ、プチンプチンとぞ。ベギンコか、ベギン。これキリコと関係ないの、なんか姉妹とかなんかないの。いや、何、ベルギー来たの。バレたかも。バレたわ。でも知らんぞお前、五島列島なんて、なんて言って、別に何住んどる人にあれじゃないけど、連れておるの分かるんですよ。言えんぞなかなか。いや、さぬきうどんは大体の人は言えると思うけど、五島うどんって多分言わないぞ。そんな会話出るんか。そんな会話出るんか。あ、そうやって言うの。釜揚げうどんみたいなことか。あ、そうやって言うんだ。バレバレだねもうね。ね、嘘こけ、うどんだろう。もうバレたね、もうダメだね。嘘つけんやつやね、自白するやつや、私一緒ね、ベラ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 喋るやつね、捕まったら全部歌ってくやつだね。これやり、キリコってトッキー好きだったの。トッキーってその前男だったの。そうだね、さらっとあれ真顔で聞いとるね。修道女専門の修道院。これやり、そういう存在だったの。トッキーって私女だと思っとったんだけど。そうかそうか。そうか。そうかそうか。男なんだ。なんかかっこいい女だよな、宝塚みたいなやつだなと思ってたんだけど、そういうわけじゃなかったんだ。お前の見る目本当ないな。ないね。全くないねこれ。なんででもあれなんだね。キリコをここによこしたんだろうね。
いや別にこれ修道院はどうでもいいでしょこいつ。そうなんだ。おお。お前本当にワッフル食っとんか、うどん食っとんじゃねえか。何にもあれだね。まあ平和そうだねこの人ね。よくわかったわ。ということでこんな感じでございます。尺も長くなるので今25分ぐらいか、あの例によってあのまた向こうの方へアカウント変えていきます。ということでチェンジ。はい、ということで例によってアカウント変えてきまして、またあれだね、なんか英語物語だとプチ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 音が切れ出すね。まあそういうことはさておきまして、こっちの方をデッキを右の横端に考えまして、一番最後にこっちはキリコを入れて、蘇生ずらしじゃないですけど水に変えたままで蘇生させて、またあれだな、私のやる気を注ぐな、音切れやがったな、クソったれだなこれで、やっていこうという、まあ、作戦でございます。ということでこっちは別にあれだね、魔女トツまではいかないですね。とりあえず一応は全員いる出しといて、それで終了します。あのトツの方はあの別の方で私は体勢場ではトツらせます。とりあえずはあの尺が長くなるので、ね、初日なんであのサク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 いかんと、あれなんだこれ、ランキングじゃないぞ、ランキングじゃないぞ、ガチャの方とりあえず行きます。ということでこれでとりあえず全種類出るまで行きましょうぞ。ドン。魔女結構あれだったもんな。向こうからキリコめっちゃ出てたもんな。ストーリーの方は、なんだった割愛いたします。割愛が出てこんかったんだろう。これ、もっとピカってならんとダメなんだよ、多分ね。そういうことやね、これ。ここからなんかくるくるって回って、なんかそういう演出なんかな。あ、あ、雑魚軍団だな。これ、なんかよう出るな、さすがに。でも英語物語って本当あれだよね、この対象国の排出はマジでいいよね。他のソーシャルとか多分違うでしょうね、これで。あれ珍しいとこですね、モンシャン。ありがとうございます。ということで、これも珍しいとこで、これ結構私余っとるぞ。ということで、次はジャンジャン行きましょうということで、あのストーリーを全部割愛いたします。あの先ほど出します。あのザコシはいいです。控えお礼、控えお礼と、お前も控えお礼ということで行きましょう、ドン。こっちはあれなんですよね。魔女を使っていこうってことですよね。2つあるんで、せっかくなんで何デッキのね、使い分けをしていこうかなって。向こう魔女専門、こっちね、キリコ専門みたいな。とりあえず、こっちもなんかあれだね。あんまピカピカしてないね。キリコはよく出るな、ほんとだ。まあ、早いは早いですけど、魔女が多分時間かかるだろうな。珍しいとこ出たな。これも使えそうなんだけどね。水だとあれだもんな。キリコありがとうございますということで、これでもう一回あれか、なんか音がプチ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 しそうだ。とりあえずもうまだまだ行きましょうで、ドン。あのさっき見ましたね、一応割愛いたしますということで、あのキリコさん、あの五島うどんでございますよ、地獄だった地獄なんとかだから、まあ、とりあえず行きましょうドンということで、これがちょっとあれだね、なんか濃いよね。あれがそういうことだね。あれが何悶絶出るってことかって思ったんですけど、ザコシュ1号か。これでありがとうございますということで、とりあえずこの一通り出たかね。出たで、とりあえずで。キリコがちょっと足らんところ、まあそれはあの私の方で、あの対戦までで同じ言葉ですが、幻突完了させていただきます。まあ、とりあえずコーダデッキではめてみて、向こうでもそうですけど、最後にはめて、まあどんな感じなのか。耐久がね、どれぐらい出せるかってこと、とりあえずこれで一応全ユル出たよね、出ましたよねってことで、ちょっとあの、いいよ。あの、被り物が。ザコシュ1号はいいよ。ということで、とりあえず出たで、出た。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。スキルターン、ちょっと待ってくださいよ。火じゃないね、火じゃないね。図鑑に変えて、出たで出たで、雑魚いっぱいで言っちゃったけど、まあ、とりあえずこんな感じでございましてということで、まあ、これであの尺も長くなりますんで、とりあえず幻突させて、またあの体制の方であの戻ってまいりますということで、はい、ということで、そんな感じで終わり、あの体制処理者忙しいでございますよ、シュ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 。